イソリボルタグリフォは、イタリアの自動車メーカーイソ社が1962年から1971年まで生産した4座席のグラントゥリスモである。独創的な設計のミニカーイセッタで自動車生産に参入したイソは、次の目標として創業者のレンツオリボルタ自身の名前を冠した大型 GT カーの製造に乗り出した。シボレーの 5400cc エンジン。 元フェラーリのエンジニアジオットビッザリーニが開発したド・ディオンアクスル、インボード式後輪ディスクブレーキを持つ高度な設計の、シャシー、ベルトーネの新進気鋭のチーフデザイナージョルジェット、ジュージアーロによる精悍なボディスタイルを特徴とし、同時期にこの市場に参入したランボルギーニと共に、フェラーリの画像であった、スーパーカー市場の一角に食い込んだ。1969年には同じく、 ベルトにせいながら、同社の新しいチーフデザイナー、マルチェロ・ガンディーニのデザインによる新しいボディを持つヨンザ、クーペリ・ボルタ・レールが登場。しばらく並行生産された後、1971年に消滅した。ありがとうございます。